どうもロコです。それでは今回からキングダムハーツ2ファイナルミックスをやっていきたいと思います。こちらキングダムハーツ2では、大きく4つに分けた目的をやっていこうと思っております。まず1つ目、難易度プラウドモードのクリアということで、プラウドモードいわゆるハードモードですね、こちらの難易度で攻略していこうと。でハードモードの、デメリットの点といたしましては、スタンダードモードに比べてダメージ量が2倍になるというリスクを行った状態で進めていきます。そして2つ目、全ボスの攻略ということで、オリジナル版プラス、ファイナルミックス版も含めた全てのボスの攻略をしていきます。そして3点目、こちらは、エンディング後に訪れるシークレットムービー、こちらを見届けようということです。オリジナル版のシークレットムービー、そしてファイナルミックス版で追加されたシークレットムービーも見届けていきたいと思います。プラドモードでのオリジナル版のシークレットムービーでは全てのエピソードをクリアという達成条件、そしてファイナルミックス版の、シークレットムービーを見届けるには、ジミニーメモ、こちらを完成させる必要があるということで、まあほぼほぼいろいろ全てをやっていかなきゃいけないということですね。そして4点目、こちらは、今回、アルテマニア、いわゆる攻略本ですね。こちらをもとにどんどん攻略を進めていこうと考えているんですけれども、まあ攻略本にしかおそらく書かれていない、説明されていないような情報があれば、それは私から、追加情報として要点をピックアップして、随時、わかりやすく解説をしていこうと考えております。以上4つの点で、今回のキングダムハーツ2をやっていこうと思います。それでは前置き長くなりましたので、早速進めていきましょう。遠い思い出のようなちぎれた夢、ちぎれた夢のような遠い思い出、つなぎ合わせたいんだ、一緒に。待っていたよ、彼に会ってきた。彼は君によく似ている。抜け殻、いや、これが本来の姿か。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか。脅かすなよ。かどうしたソラ、もう終わりか。他に世界があるのならどうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。この世界はつながった。だ、誰？闇とつながった世界。ソラは変わらないでね。扉が開いたんだ。リク、お前には何もわかるまい。ソラ、またあいつの夢だ。
な、許せないだろう。うん、腹が立ってきた。サイファーやりすぎだよね。町でいろんなものが盗まれてるのは事実だし、サイファーとは長い因縁があるから、俺たちを犯人だと思うのも先歩譲って許してやってもいい。でもとにかく許せないのはあいつら俺たちが犯人だってあちこちで言いふらしてるってことだ。おかげで世間様から泥棒扱い。こんな腹立つことあるか。ない、俺はないね。かつてない。さてどうしてくれようか。犯人を探そう。俺たちの無実を証明するんだ。それ面白そうだね。サイファーはどうするんだよ。それより俺たちの信用回復だ。真犯人を見つければ誰もごちゃごちゃ言えないだろう。大変だ。ないよ、僕たちのがなくなってる。あれ、俺たちのが、え、これ何が言えない。でも僕が言ってることはわかるよね。がなんだかわかってるよね。盗まれた俺たちのだけじゃないって言葉も盗まれたんだ。どんな泥棒だよ。これは確かにサイファーどころじゃないな。だろ。よし、まずは聞き込みだ。あれ、心が帰ってくる。目覚めはもうすぐだな。ロクサス、行こう。では操作ができるようになりましたね。こっちこっちということで、まずはねいろいろ説明したいことはあるんですけども、まあまずはこういった説明からまずは見ていきましょうか。まあチュートリアルはサクッとね。じゃあ早速操作開始。ヨーロクサス、君があんなことするとはな。泥棒のことなら俺たちじゃないよ。信用したいけど、あんなもの盗むのは君たちぐらいだろ。何を盗まれたんだ。してるくせによ、俺は言いたくないね。アクサリアに聞いてみろよ。で、向かい側のアクセサリアに行くと。ロクサス、話を聞いてこいよ。なんで自分が。で、リアクションコマンドをすると、その時の状況に合わせた特別なアクション。まあ、三角ってことですね。他はいける？あ、一応話しかけられる。どんどん聞いて回らないとね。ストラグルバトルイベント主催者。まあこの辺は後ほど。ちょっと待ってな、なんか なんかカメラの動きは変な感じがする。この辺は後で調整しましょう。あら、ロクサス、どんどん実行しましょう。あら、ロクサス、がっかりさせないでよね。お気に入りの少年だったのに。俺は泥棒じゃない。もうはっきりさせてよ。疑われたままなのは嫌だよ。じゃあ何とかして疑惑を晴らすことね。駄菓子屋のおばさんもがっかりしてるわよ。では違うに。おや、ロクサス、その辺りでうちの猫を見なかったかい。あ、いた。 R じゃない、右スティック右スティックでカメラを操作できます。 R3 ボタンを押すとカメラがマンションに行く。 R 中央を押すとロックオン。ロックオン気をつけないとね。あのチェーンオブメモリーズの時は R2 がロックオンだったんで、答
このまた操作をね、操作の癖を指直していかないと。助かったよロクサス。ねえ、おばあさんも何か盗まれたの？ああそうだね、大事なものをね。犯人は俺たちじゃないからね。ええ、信じるわ。ありがとうおばあさん。それで何を盗まれたの？だよ、私の大切なだ泥棒はあちこちで、ああもう盗んだみたいだなって言葉も一緒にね。普通の泥棒じゃないよね。サイファーは何か知ってるのかな。あいつと話さなくちゃな。よし、明智に行こう。あ、ビビがいる。風神と雷神もいる。盗っと。許せんもんよ。なんだと？頭の悪い会話だぜ。なんだと？俺たちのお返してもらおうか。犯人はお前しかいないもんよ。盗まれたのはお前の敗北の決定的証拠だ。どうした？燃やしたか？まあ、がなくなっても過去は変わらないけどな。再現それはいい。腹を見せて降参すれば見逃してやらないこともない。この3人声優がまず濃いんですよねロクサス、ということでまず武器の選択、杖、剣、盾ということで、ね、これでまた当然ステータスがねちょっと上昇するんですよね。まあ、剣は当然攻撃、杖は魔法力、盾ということでちょっとね結構悩んだんですけど、今回ダメージ量が多くなっているので盾で行こうかな。盾じゃないけどね、これちょっと太い棒って感じだけど、あ、これ、あ、攻撃重視か、わかんないでしょ。あれ、こっちか。あ、これだこれ。うん、身を守ることを優先しよう。うん、これはね結構みんな意見が分かれるところなんですけど、僕はもう身を守る方を優先にしたいと思います。ものすごい防御力を手に入れた気がした。防御力プラス1。ロクサス落ち着いて。ちなみにこのサイファーはファイナルファンタジー8のキャラクターですね。画面右下の HP ゲージ、 HP 短いね、不安だこれ。相手に近づくとレンジのマークが出るので、その状態で攻撃していきます。サイファーに近づいて攻撃しましょう。ほいほい。攻撃を当てた後さらに攻撃を続けると強力な連続攻撃に変化します。相手の攻撃にこちらの攻撃を当てると弾き返して攻撃を無効にできます。このサイファーの構え方はちゃんと FF8 通りなんですけど、この構え方にはねちゃんと意味があるんですけどね。実はファイナルファンタジー8の中では、まあキングダムハーツではその背景ないから、なんかただちょっと変な構えになってるみたいな感じになっちゃってますけど、でまずはサイファー戦ということで、痛い。まずねこちらもできることないんで、もう丸連打でやるしかないですね。防御もできないんで、基本丸連打してれば、あの勝手に攻撃弾きもにもつながるんで、こうやって何も気にしなくていいですね。サイファーは調子が悪いんだもんよ。大会筆記。お、出てきた出てきた、新しい敵ですね。なんだあいつ。犯人？まずは、こいつらを
一体何ぞやというところから始まるわけですけども、まあ、せっかくなのでこの間にいろいろお話でもしましょうか。まずね、実は冒頭に宇多田ヒカルさんの、オープニングムービーがあるんですけども、今回はちょっとカットさせていただきました。というのも、前はなんか著作権で引っかかるというので、あの収益化できませんよっていうペナルティだけだったんですけども、なんかね、一時からもう動画自体が非公開にされるという症状になりまして、結構ね、あのいろいろ苦労したんで、あのもうそれ自体もカットさせてもらいました。まあ音なしで映像だけ見せるっていう考え方もあったんですけども、まあワンの振り返りみたいなもんなんで、まあ思い切ってカットということにさせてもらいました。そしてあとはそのオープニングムービーの部分ですね。最初黒服が出てきたと思うんですけど、こちらはですね、あのキングのハーツ1のシークレットムービーでも流れた部分ですね。まあこの時点ではまだ何が何なのかちょっと分かんない状態と、で今これ攻撃できないのは相手が特殊な敵だからですね。ダメだ。でこの後6冊とは何ぞやというところは、前のシリーズのね、キングのハーツの部分、358 Days Over 2、こちらで語られているので、まあ、これはまたリンクとして貼っておきます。さあこれで、キーブレード、まあなんでこれがキーブレード持ってんのかっていうところもね、いろいろその358 Days Over 2を見ていけばわかるので、まあここで語ってもいいんですけども、まあ今はとりあえずあのキングダムハーツ2をベースで語っていきたいなと思いますので、はい、この辺はあまり多くは喋らないでおきます。なんだこれ。あの人が店長になってから俺が最初の客だったんだ。だからその記念、思い出の写真なんだね。あれ、やった、言葉も取り戻した。なあ、犯人はどんなやつだったんだ。わからない、ただ写真が落ちてたんだ。それじゃあ俺たちの疑いが晴れないぞ。ツーショット、ロクサス嬉しそう。そんなことないよ。ねえ、盗まれた写真は全部ロクサスが写ってるやつってこと？そうか、だからみんな私たちを疑ったのね。サイファーが言いふらしたんじゃなかったのか。本当に俺の写真ばっかり。うん、ほらこれもね、全部でしょ。犯人が本当に盗みたかったのはロクサス自身だったりして。バカなこと言うなよ、こんなやつ盗んだって何の役にも立たないだろ。ひでえ。どこだ、ここ誰、そっちは。回復率 12%。 13機関目、ここを見つけたようだ。しかしノバディはなぜ写真を盗んだんだ。どちらも単なるデータだ。奴らには区別できなかったのだろう。さあ、あまり時間がないぞ。波目を急がせるか。
島は？リク、帰…誰だ？奴らはどこにでも現れる。お前がキーブレードを持っている限りだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。行ってこい。友達を探すならなおさらだ。ギョ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 、僕グッフィー。俺ソラ、行くよ。俺もキーブレードはハートレスにとって邪魔なものらしい。そう、鍵。キーブレード、鍵。これが問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。キーブレード、キーブレード。何だったんだ？あ、すいませんでした。ありがとう。僕たちずっと一緒にいられるのかな。そうだといいのにね。は？なんだ突然。いや、なんとなくちょっと思っただけ。ま、実際俺は無理だと思うけどな。でもそれは大人になれば当たり前だろ。大切なのはみんなで何回会うかじゃなくて、みんなを何回思うか、これだ。似合わないセリフだね。お前らアイス返せよ。てか、この重い空気はなんだ。昨日の思い出泥棒のせいだよね。違うね。もうすぐ夏休みが終わるから寂しい気分になってるだけと見た。というわけで提案、みんなで海へ行こう。なぜなら俺たちこの夏休みは一度も海へ行ってない。青い海、青い空、電車に乗って海へ行こう。ダメ？なんだよ。お金あんまりないんだ。なこと任せろって。はい、ということで今度はセーブか。セーブのチュートリアルね。ちょっと一回セーブしましょう。ね、冒頭いろいろ多分語ったと思うんですけども、多分最初はねこういった会話が多いんで、まだいきなりなんかすることは実はあんまないかな。で、あとは今後なんですけども、ちょっとやり込みの進捗でもよるんですけど、おそらく週1か週2の投稿ペースにはなるのかなと思います。キングダムハーツ2は、まあ、普通にこうやって攻略していって、プラス多分後付けでの多分動きも必要になったりとか、まあいろいろね編集プラス仕込みが多くなったりするっていうところで、まあおそらくそれぐらいのペースになるのが現実的なのかなっていうところで、なんでちょっとまあ他の方とかはね、なんか毎日投稿とかやってると思うんですけど、そういったところではね結構待たせる期間は長くなっちゃうかもしれませんが、まあその辺をご了承いただければなというところです。まあ、なるべくその分ね質を高めていきたいなと思いますので、いよいよ明後日だな。なんかご指摘あればどんどんいただければなと思います。決勝は俺たちで戦おうぜ。で、どっちが勝っても商品は4人で分けるってのはどうだ。うん、いいな。2人ならやれるかもね。頑張ってね。約束だぞ。さて今日の話、海までの電車賃は1人900万人、4人では3600万人、海でのお楽しみ用に1人300万人、4人では1200万人、電車賃と合わせて4800万人。4800って結構高いんだよね。
海といえば焼きそばだ。何よりも大事なことだ。海といえばスイカだろ。高すぎる。1個2000万人だぞ。うん、焼きそばだ。で、なんだっけ、全部で4800万人必要なの。でも私たちの所持金は、僕は800万人意外と持ってんな。650万人ごめん、150万人。まあまあそんなもんでしょうよ。全部で1600万人つまりあと3200万人あればいい。というわけでバイトを探してマニーを稼ごう。1人800万人、制限時間は電車が出るまで。がっぽり稼いで駅に集合な。任せろって言ってなかった？まあいいや、焼きそば食べたくなったしさ。ということでアルバイトをやってお金を稼ごうということになります。はい、で、まずいろいろあるけどちょっと待ってくださいね。一回設定します。はい、でね、早速バイトをやっていきたいと思うんですけども、こちら6種類のアルバイトがあって、で1人800万人というお話だったんですけども、実際は1人じゃないわ、自分はとりあえず50万人を集めればイベントは進むんですね。ただここはね、早速難易度プラウドモードということで、早速ねちょっとここで少し頑張んなきゃいけなくって、稼いだ金額650万人から1040万人だと AP が1プラスでもらえると。で1050万人以上稼いだ状態でイベントを進めると AP が2もらえるというボーナスが発生するんですね。でそれが AP っていうのはもう、今後覚えていくアビリティを覚えていく上で必要になってくるもので、このね1とか2っていう数字はね一見少なく感じるんですけども、まあ、今後非常に重要な数字になってくるんで、ここはしっかり、ね、稼いでおきたいと思います。で、まずは、一つですね、どんなもんかだけやりましょうか。まずは手紙配達ということで、ちょっとどんな感じだっけ。でスケボーに乗って一人で、このね鳥にも渡すんだよね。で3よいしょ、こういう感じ。ご苦労様、助かったわ。50万人受け取った。これで50なんですね。なんかさっきテクニックがどうのこうのあったんですけど、これは大事なのはタイムなんで、実はあんまそういうことはやらなくてもいい。で次は荷物運び。おお、これはめんどくさい。やばい、おぶね。よし、こんな感じ。最後壊しちゃったけど大丈夫か。一応クリアはクリアだ。よくやったな。で50万人、基本50万人なんですよね。次が、パフォーマンス。これがねちょっと僕苦手だったんだよな、過去の記憶だと。ボール落とさないようにね。はいはい、これね。ほいほい。やったー。よいしょ。おいおい、はいほいほい、こんな感じか。よし、ほいほいほい、いいんじゃない。あ、今ちょっと調べたんですけど、6冊の場合は20ヒットでもう数字固定っぽいな。もうやこれ多分やる必要ないっすね。はい、ボン、終わらしちゃいましょう。多分これで50。お兄ちゃんすごーい、50万人。で、お、はいね、俺に任せろって言ったのにこんなことだろうと思ったよ。アルバイトはここにある掲示板とトラム広場の掲示板。トラム広場ね。よし。ポスター貼り。一応全部で45箇所あるのかな。で、そのうち20箇所貼れば OK だと。はい。
まだあれなんだよね、ドッジロールとかないからテンポ非常に悪いんだよね。あ、3箇所入れる、よしよし。ルート選びが非常に大事なんですけど、ちょっとその辺ちょっと忘れちゃったから、今はとりあえず、まあ、初見プレイってことで目につくところをねパチパチと。目標はとりあえず1分半以内。あ、届かねえんだこれまだ。そっかそっか。おこうか。おい、あーと、あとどこだ、どういくのがいいんだろうな。いやー申し訳ないですね、ちょっとテンポ悪くって。ほい。でこれがね結構三角の押しどころが結構重要で、こうすと内部遠くで三角押せばこう吸うんで、よいしょ。あと2枚か。あー1分半過ぎちゃうね。ちょっとこの辺をちゃんとルート構築してやっていきましょう。あ、奥にこんなお得な場所があったのか。なるほどね。うん、まあまあだな。50万人。1分半切ると100万人もらえるんですね。実はここは一番お金もらいやすい。8対1。で、これもね、20秒以内だったかな。おいた。やろう。いた、ちょっと待って。なるべく。ほら間に合った。よいしょ。あーちょっと過ぎちゃったね。まあまあね、ブイス。出た、もう一個、ガラクタ掃除。9個だったかな、すべて壊すのが。でなるべく少ない回数で殴ると。6冊の場合は、10回以下での攻撃で全てを破壊するといいと。時間関係ないんですよね。ああどうだ、ちょっと位置悪いね。まあここを殴るか、この辺かな。ほい。うん、まあまあ一応50万にはもらえたね。上出来じゃあ、はい、じゃあまあそんなことなんでね、サクッと1050を貯めていきましょう。まあポスター貼りが一番いいかなと思います。はい、じゃあこんなところで1180、あ1回分多くやっちゃったな。まあいいか。まあ、とりあえずこれでね目標となる、金額に達成したんでイベントを進めていきましょう。で、ちなみにねここでどんどん貯金という手段はできなくって、あくまでね今回は海へ行くためにみんなでお金を貯めようという企画なんで、 いくらここでお金を貯めてもね、全部お金なくなります。なんで、あ、これ本当に必要な金額だけ集めていけばいいかなという感じですね。で、ちょっと間違えた道、ちょっとイベント始まるところまで移動します。
置いていた。お、頑張ったな、ロクサス。まだバイト続けようか？いや、もう十分。少し器用になった。あれ、おかしいな。AP プラス2もらえるはずだったんですけど、プラードモードだからなのか、ファイナルミックスで修正されたのか。っていう感じですね。ちょっと、今手元にパッとわかる情報がないんで、なんで AP プラス1だったかはちょっと不明ですね。申し訳ない。さすが頑張ったな、ロクサス。実はね、みんな頑張ったから最初のお金と合わせて、なんと、すでに5000マニーあります。よし、切符買いに行こう。5000か。いつまでも一緒にはいられない。思い出たくさん作っとかないとな。え、隙あり。5000マニーか。自分が今1180だったから、あとまあ約3200ぐらいか。うわっ、お、3人分か。お、あ、1000。そっか、みんなの方が稼いでんな。あ、え、ロクサス、あと3分。わかった。少年少女4枚。ロクサス、お金。少年少女4枚、言い方が。ない。あ？盗まれた。どこ行くの？俺、さっき転んだだろ。あの時に盗まれたんだ。きっとあいつが犯人だ。あいつ？まだ、どこへは行ってないはず。お前、何の話をしてるんだ？誰もいなかったぞ。え？でも、え？あれ？ああ、誰もいなかった。溶けちゃうよ。ごめんな。もう気にすんなって。でもわけわかんないよね。不思議。そうだな。みんなここで空を感じているか。ここで怒らないのがね、すごいよね。空を感じているか。自分絶対切れるわこんなの。器ちっちゃいから。28%。波ね、急げよ。海を作るのは簡単なんだろう。敵の侵入経路を増やすだけだ。これはどうする？ふん、シーソルトアイスでも食べるか。この赤いやつはですよね、チェーンオブメモリーズで世界に持ち込むな。出てきましたよね。それは消去しておけ。陸編で、まあその辺も最後出てきたけど、あ、できたっけ。ちょっと記憶ごちゃになってるな。まあ陸編ではできましたよね。で、陸と会話していて、鍵を盗むのなら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。私諦めない。いつか必ず新しい世界に行くわ。よってここにソラ、ドナルド、グーフィー3名をヒーローの卵と認め、ちょっと、なんで卵だけよ。お前たちはまだヒーローの何たるかを心得ていないからな。僕は願う、ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。あ、ウィル・スミスさんじゃないですか。僕はハロウィンの王失格だ。気を落とさないで、ジャック。また新しいハロウィンを考えましょう。今度は私も一緒に力を。
ムッシュです。キーブレードの勇者になったら子供の遊びは卒業か。リク、こんなとこで何やってるんだよ。カッパ見つかったのか。俺空を飛んだ。すごいよな、空を飛んだんだ。エリに話したら信じてくれるかな。俺も探してるんだ。お前の光を見失うなよ。空、どこかへ行っちゃうの？俺もね、探してるんだ、友達を。ドナルドとグーフィーはどうしたんだ？お前が探してるのはあの二人か？それとも。ここはあれなんですよね、チェーンオブメモリーズをやってると気になる点としては、あの赤いやつがあのデイズで、一見なんか敵とも味方もともわからない感じでも13機関とは敵対してるっていうのはわかる存在だったんですけども、でもさっきの黒服の男は明らかに声がアンセムなんですよね。あれ結局アンセムと赤いデイズはつながってんのかっていうね、疑問が生まれるわけなんですよね。え、でまああの白い服の女の子の存在はナミネですね。まあこの辺はもうすぐわかるんで。駅に全員集合、我々は今日こそ海へ行くのだ。マニのことはノープロブレム。はいね、いやいいやつだね。もうこれだけで本当にいいわ。いつもの場所ということで、ちょっとまだちょっと全然物語動いてないんですけども、まあ、長くなっちゃうんで一旦ここを区切りとさせていただきます。それではまた次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。